だから、うちの旦那もゆっくり寝てるからね。でそれ昨日旦那に言ったら、武田来るかもわかんないよ、うちそのお客様用ってあんまり使わないから、スワバの話だけど、まあ、もちろんあの乾燥機もあるんだけど、もう嫌な、こうなんかパサパサする感じのものは全部石水の物干しに干してんのよ、お客様用に、はいはい、でそれどうする、そこ干せないねと、アホの部屋にするって、いいや、じゃあ来させないわ会議終了電話かけて、でちょうど出たのよ、おう武田お前さ、泊まりに来るっつったけどやめてくれる、え、どうしたの、そどうしたの、どうしたの、何旦那と喧嘩したの、どうしたの、小石さん具合悪いの、うるさいの、だってつかなんもん、どうしたの、なんで、なんでお前が嫌なんだよもうね、あ、そう、わかりましたわかってくれたんですか、そこまで言わないとわかんないですねなんか、それぐらい時間かかったねどうすんのお前、ランニングでもしてますお前な、よう、いや、それ健康ですよ、健康が一番ですよ、分かってる、お前な、ランニングってお前毎日やってるやろ、はい、朝と夜やれるときは夜もやってるんですよ、お前な、ランニングってこれ言い方合ってるかどうか分からんけど、お前ヘッドランニングしたらどうやヘッドランニングヘッドスパッなんけどヘッドちょっと鍛えよ、お前頭体だけじゃなく体十分やと思うからヘッド鍛えてくれ、そうっすよね、残念ですじゃあ、ありました、よし、白い飯はなしということで失礼します、勝手に切りやがったということは今夜いらっしゃらないですね、うん、本当です、よかった、よかったというのかいやでも愛すべきキャラクターですね、可愛いと思わない、いや、いいですね、まあ、後でメール見せてあげるけど、本当に可愛い、もう笑っちゃったもん、こいつ旅館と勘違いしてるそれはまたうちいい旅館なのよ、だって500円であんな、そうでしょ、ね、見晴らしはいいし最高、夜景今日お任せ一緒に行けたら、あいつほら遠いから世田谷の、なるほど、なるほど、でこっちからだと TBS 私赤坂だからさ、そうか、近いのよ、なるほど、もう本当にね、そういうのもありつつの、はい、で、昨日かな、昨日やっぱり洋服屋さんがもう周りがもうご高齢の人ばっかりになっちゃって、でこれも、まあ、アコさんの衣装を作ってくださる職人の方、まあ、他の人がまた全然やっぱりダメなんですよ、でいろんな人を探してて、で今度また新しいところへちょっと、火曜日かな、だから月曜日にその大腸のポリプトって絶対安静なんだけど、火曜日は首のこの間レントゲン取って4番5番6番がダメなんですよ、でもこの頭の痛いのはそこには繋がんないって言われて、首の痛みは頭とは直結してない、そう、頭痛いっての、で脳も取ってもらったんだけど、はい、MRI 脳は異常ないと、でこれ首と腰と、まあ、リウマチちょっと持ってるんでその可能性もあるかもわかんないっていうんで、火曜日は首の MRI 取るんですよ、で首の MRI 取ってその診察まで2時間空くんで、そこへ仮縫い行って、でそこにもう一回戻って診察受けて、今度ブルーノート7月やるっつったでしょ、はい、そこの曲決めをするんですよ、うん、で結構忙しくて水曜日は歯医者行くんです、だからもう医者だらけなの、そうですね、そんな中もうなんかいい来るから自分の中で、うん、でバラエティもそうだけど、まあ、例えばオンエアがね5月後半とか6月の時に具合悪いって言ってね、あの時アクさん歯の治療してたり、具合悪いって人は思わないじゃない、そうです ね, ね、そうするともう常にもうハイテンションで行かなきゃいけないわけ、常にいい状態で出てるのが当たり前だと、そうなの、それだろう、私の難しいのはね、もう和田っ子ぐらいになってバラエティ出てる人あんまりいないんですよ、うん、そうするとみんなビビっちゃったりするから、うん、みんなで一緒に楽しくしなきゃいけないよね、はい、でもすっごい頑張っちゃうのよ、ムード作りまで気使うわけですね、なんか頑張っちゃうわけ、うんうん、それで頑張って、そうするとなんか息抜きしたくて、まあ、料理も息抜きっていうか、ストレス発散っていうけど、右手が腱鞘炎だからさ、これもまたダメで、さ何がいいかって、一番パチンコがいいのよ、この間パチンコ久しぶり行ったのよ、そしたらさフィーバーしてんのよ、この台なんか知らない台だけど、フィーバーしてんので、チカ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 ね、目きついた、そんなの本読んでんのよ、男の人が、分厚い本よ、文庫本とかそうじゃないの、分厚い本、
や厚みが5センチぐらい、厚みが5センチぐらいあって、はい、で気になって気になってしょうがなかったらもうすぐメモしたよ。本のタイトルを？本のタイトルびっくりした。ほんま疲れてパチンコ屋行って横で必死で本読む。なのにこの本タイトルは世界の